はい、どうも皆さんこんにちはでございます。ということで今日も忍者らをやっていきましょう。今日は動画としては初めての実践編になるんですけども、ですね、2日前かな、昨日かな、6時間ぐらい忍者ら配信して、でなんとか1000ポイントいって、で調子こいてこの勝ち、これでやれば絶対勝てるみたいなとこ出そうと、1、2時間ぐらい練習したんです、動画撮ってたんですけど、まあ全部勝てなくてポイントが200落ちました。200落ちたのは草なんだよな。ということで、でね、いろいろ考えた結果、ハンマーなんか最強って言われてたけど、槍の方が強いかもしれん。なんか思ってきた。なんか槍の方が俺は合ってる気がするんよね。っていうのが、ハンマーってめっちゃ強いんよ。その一発一発の打撃も強いし、ブレイクができるっていうのがすごく強くて、相手の武器を壊すっていうのがあるんだけど、どうしてもコンボがない分、決めきれなかったりとかあるから、相手が戦ってる最中とかじゃないとなかなかいけなかったりとかして、敵が1対1だとちょっとね、逃げられたりして時間の無駄になっちゃったりすることがあったら、まあ追いかけることもできるんだけど、ちょっとそれで敵を見失ったりしちゃうんで、ちょっと槍じゃないかなと。槍の必殺技ってめちゃめちゃ強くて、漁夫とかクソ強いんよ。で、ハンマーももちろん強いんだけど、ハンマーを外した場合もヌンってなっちゃうから、ちょっと槍で今日はやっていきたいなと思います。ランクマッチ、これでキッズをボッコボコにしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでやっていきましょう。ここのマップは特にね、漁夫が強いかなと。まあ、ステージが平坦だし、すごい、敵も見やすいので、ここは漁夫ありきかなというところがあります。で、初めはダルマ取っていくっていうムーブしてたんだけど、まあ、もちろんダルマ取るのめちゃめちゃ大事で、じゃんけん勝てるようになるからっていうのはすごい大事だったんだけど、これじゃんけん負けるんよね。 OK 勝った。で、ここで OK ブレイクして、そうコンボがね、やっぱ攻撃力が、あ、なんか落ちたものが、攻撃力が低いけんすごい長いんよ、ドリルとなんかこう長時間戦っちゃうから、そこで漁夫が来ちゃうって可能性があるから、あんまりドリルうーんって感じだったんだけど、使いやすいな、今実際触ってみて、あ、使いやすいと思った今。普通にブレイクもね、やっぱね、距離があるから、横と上、横負けるんか、それ。ブレイクと、ブレイク、はい、はい、か。オッケー、ブレイク。あ、じゃあ、下取れん。横。勝てん、下。横。どんだけじゃんけん。もうゲージないだろ、こいつ。よし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 。すげえ時間かかった。これ取って回復しよう。武器大きくして。死んでもいいかな。でもウルト使いたいからな。なんかすごいなまっちゃった。ウルト使いたいから、ちょっと回復して。1111。あちゃあちゃあちゃ。あそこ行きたい、あそこ行きたい。終わらないで。あ、終わってる。200ポイント。それ、必殺大事。使いとこ、マジで大事。3人以上いるところで使いたい。あー、誰。賞味誰、ああ、誰、もういい、いいよ。これよ。これがソードの強さ。あ、ハンマーが倒したの二人やってんか。使うか。ここ はめれる。オッケー。もう一人、急いで。あ、いい、そこいい。オッケー。もう一人いる。刺身弁当。終わった。横。勝てへん。ブレイク。よいしょ。死ねー。キッズ。よし。いけ。いいよ。調子、やっぱドリルだわ。分かった。俺が勝てなかったんだ。こいつ殺す。こいつなんていう名前だ?何?サラシン殺す。無理。あ、熱い、あそこ熱い。もう一丁。
はい、ブレイクー。オッケー。やっぱドリル万能だな。ドリル強すぎるわ。さっきまでさ、もう4インチすら取れなかったんだけど、ハンマーで。やっぱり強いわ、普通に。ちょっとコンボが長いのが億劫だけど。で、ウルト溜まるじゃん。熱いよね。オッケー。やべ。なに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 が起こった。オッケー。オッケー、オッケー、いい、2キル取れた。よし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 、こういうことや。やっぱドリルだな。なんていうのこれ、槍倒せるかこれ。ターン、いや勝ったでしょこれは。これダントツの1位だと思う。6700稼いでるよ。これはいった、これはいった。いやマジでもう最強武器分かったわ、ハンマーじゃねえ。1本取ったでしょ。いややっぱりやっぱり、あーごめん、いやーお待たせした、お待たせした、ほんとごめん、あーごめん。もうね、200ポイント削ってようやく分かったわ、ハンマーじゃねえ、槍だ。もう一試合やろうか。はい、ということでやっていきましょう。結構マッチング遅くてみんなやってないのかな、というのもこの時間っていうのもあるのかもしれない。みんなご飯食べているのかもしれませんが、そこを狙っていくのが私、勝てればいいんです。ということでやっていきましょう。あーどうする、ここはちょっと広いからなっていうのはあるから、とりあえずまあだるま意識してっていう感じで、ここは取りたいよね。あー来てるな、来てるね。あのコーンに関しては俺はよう分からんのよな。コーンはどうなん、強いんこれ。あーちょっと嫌いかも、初手嫌いか、初手嫌いだったわ今。やばいやばい、ない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 、わかんないわかんない、わかんないところで、でも逃げれるんですよね、これ実は。実は逃げれるんです。はぁ、許さん。許さん、あいつ。あいつマスクしてるな。マスクはね、課金なんですよ、実は。やつとか。あぶね。ガード大事、マジガード大事。オッケー、ここで、ブレイク。勝てないと、勝てないと。横、よし、ここでしんどけ。よし、復讐。待って待って、逃げる逃げる、一旦逃げる。よし、これでどこ行った、危ない、痛い、ゲージないねんて、ゲージないねんて。あ、ミスった。うまいぞこいつ、うまいぞこいつ、なんだ YouTuber か、 YouTuber か、基本うまいぞ YouTuber と思ってるんだけど。ああこんな日曜日からさ、こんな忍者らしてさ、彼女いないんかお前、作るからだ。痛い、もうねえ、もうねえ、もうもう無理、もう無理、彼女作って、彼女作って、このゲームをやめて。 OK、 許さねえ、時間かかる、倒すの。いい、死んでいい、死んでいい、殺してくれ、殺してくれ。もうここでもうウルトで一気に行きたいところではある。ウルトって言ってごめんね、あの必殺でめちゃめちゃ行きたいなっていうところはある。カフェ一人か、どうする、進化する、いますか、いますね。 OK、 OK、 一人、まず一人取りま、一人上だなあれ。オッケー、取りは2人、終わり。あ、でカフェオレは倒しきる。オッケー、危ない。でもう1人いるな、もう1人いたよな今。あ、いい、熱々。そしてやばい、逃がした。オッケー、危ない、逃がしたと思った今。ミスった、あぶれ、どこだ。オッケー、ここに、やばい、やばい、バカ、バカ、うわー、バカした、ギョフってき、でもいっちょ、
走って走って走って、おい詰めろ、詰めてくれ、よれよ、これで武器が大きくなるんじゃない、まだか、なった、忙しいな、忙しい、一体引きたい、一体引きたい、一体引きたい、勝てへんって、それはしょうがない、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 今のはしょうがない、でかかったもんね、武器がやっぱでかいとじゃんけん強いからな、大きくしていきましょう、あと12秒でしょ、12秒で何できる、これはきつい、ウルトもたまる、あーどうだ、2位でもキルムーブしたけどなって感じ、いやダメか、いやもう圧倒的差ついてるね、あこれ、ま、3位になる、3位、いやいや、でも一本マスターワンチャンあるよ、いやまあでもそれでも2位か、うん、まあ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 、まあ、妥協妥協ということで、いかがだったでしょうか、あのね6時間やって貯めたポイントが一気に減ったっていうのは悲しいんだけど、それによってね、まあ、1000ポイントくらいあったんだけど、まあ、それによって分かったことも一つあって、まあ向き不向きは人それぞれあるとは思うんだけど、いや槍強い、便利、うん、まあ、槍の欠点としては最初も言ったかな、やっぱりそのコンボが長いからどうしても魚振られやすいけど、でも立ち回り、あのめちゃめちゃ、機動力が高いんで追いかけれるのがクソ強いと思いますんで、今もしね伸び悩んでる人がいたら俺みたいにね、ぜひ槍を使ってみてください、もうハンマーとかじゃないから、もう今槍最強だからマジで、はい、ということでこの動画面白かったなって方はぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次会いましょう。ご視聴ありがとうございます。